腕の形についてです腕はこうアドレスで構えた状態を、まあ、キープしながらなるべくトップまで振り上げていいきたいですでその時に気をつけたいのが腕の長さになります大体アドレスだと左右均等になっていますので一応トップの位置に来てもこの懐のこの具合がなるべく左右均等であれば広く保てますので。 ななるべく長さを変えいいいようにバックスイングしていきたいですで大体多いのですが右手を離してこう曲げすぎて左手を伸ばす左手を伸ばして右手が曲がるっていう状態で距離を保っちゃうんですけどそうするとその位置を変えながら難しくなってしまいますのでなるべく肘も左もあんまり伸ばしすぎずにトップまで行って右もある程度右が曲がってしまいますのです。 極度に力こぶができるような感じでこうグッと曲げるのではなくて自然に右も軽く曲がって左もそんなにピンと張らずに動かしていくっていうことが大切になります意外と皆さん左はすごい伸ばしてでそれに伴って右をこう曲げているような打ち方になりますのでなんか片手で振ってるときは当たりやすいのに両手で持つと当たりにくいなんていうことが。 それは意外と両腕の長さがこうスイング中に結構左腕を伸ばして右肘はすごくたたむっていうようなイメージが強すぎる場合が多いですのでそんな場合は左肘はあんまりこうピンと張らずにまあ余裕があるようなイメージにして右もそんなに極度に手首や肘をガクッと曲げすぎないように意識してスイングしていただければ自然に体が。 回ってクラブを体の正面に杖を気にしたままスイングできると思いますのでぜひ練習してみてくださいいつも動画を見ていただきありがとうございますチャンネル登録、評価お願いしますゴルフでわからないことは下のコメント欄に書いていただけると、えー、動画でアップしたいと思いますので、えー、よろしくお願いいたします